広島で愛され続けておよそ30年、洋食店広亭田中で伝統の味を守り続ける前園文子さんの登場です。前園さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今週のテーマはまとめて簡単作り置きレシピとなっています。そして試食はですね、この後お送りします特集、全国から注目の広島の移住を担当しています伊藤大良アナウンサーです。衣食住大事ですよね。楽しみです。よろしくお願いします、はい、衣食住ね、はい、なんか今日地味ですね。そんなことないです。いつもが派手な発表だけで地味ではないですよ、はい、しっかり食べてください、はい、さあ今日作るのはこちらです。炒めて作るラタトゥイユとアレンジ春巻きということで、前園さん、ラタトゥイユといえば煮込むイメージですよね。そうですよね、けど炒めて作る作り方もあって、うん、あの主人は煮込む方なんですけど、私は炒めて作る方で、同じ料理人の夫婦でも分かれてる、はい、そうなんです。料理人でもやり方が違いますね、はい、今日は炒めて作る方なんでとっても美味しいので、ぜひ皆さん参考にしてください、はい、さあ、そしてプレゼントが当たるこちらのコーナー参りましょう。せーの、ラクマQ、うん、いいですね。小さな笑いを全力で取りに行くコツコツと積み上げていきます。さあ、ラクーマ Q、 RCC のアプリイラウで今画面に出ている今日の料理のポイントクイズに週に3回答えていただくと、抽選で豪華なプレゼントが5人の方に当たります。今週はミラサカフロマージュのこだわりヨーグルト&チーズの詰め合わせです。自然放牧にこだわり、体に優しいヨーグルトとなっています。参加するだけで OK ですので、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、では、ソースの方から作っていきます、はい、ベースとなるソースです ね、はい、では、フライパンで、ニンニクをみじん切りにしたものをまず、オリーブオイルで香りを出して、はい、で香りが出てきたら玉ねぎを加えます、うん、ニンニクも2かけとたっぷりです。でしっかり香りを出したら玉ねぎ1個のみじん切り、はい、でそちらを入れて、しんなりするまで炒めていきます、はい、じゃあもう事前に火を通して、はい、火をつけてありますね。そうですね、はい、で次に入れる玉ねぎをさいの目切りに、トマトですね、ですね、トマト、ケタをですねはい、切ります。コンカッセっていう切り方なんですけど、コンカッセ、はい、はい、なんか、乱切りとか、さいの目、日本語のさいの目切りよりはちょっと粗くてもいいよっていうような感じの切り方。フランス語ですか。あ、そうですね、コンカッセ、はい、今これコンカッセ中です。あ、コンカッセ中です、はい、で、トマトの皮って切りにくいんですけど、うん、まあ、そういう時はこの皮から切るんじゃなくて身の方から切ると切りやすいですね。で、皮剥かなくていいんですね。あ、そうですね、よく湯むきとかっていう工程があるんですけど、今回は小さく切ることでその皮が、あまり気にならないと思いますので、細かく切って使っていきます、はいはい、ではこちらを中に、鍋の中に入れます。で、鍋の中に入れて、はい、トマト3個分が入りました、ね、で強火にするとブクブクとなりますので、そこから火を弱めて蓋をしてそのまま煮込んでいきますね。でトマトはなるべく熟れたものを使ってください。しっかり赤くなったものの方が美味しいですね。おすすめということですね、はい、そうですね。でこちらを蓋してこのまま煮込んでいきます。でトマトにから水分が出ますので、水分は入れずにこのまま煮込んでいきます、はい、蓋をして弱火ですね、はい、はい、はい、ですね。では次、ピーマンです。ピーマンの切り方ご注目ください。ですね、まあ、多分いろんな切り方があると思いますが、ヘタからぐるっと回ってヘタ切らずにパカッと開いて、で、ね、はい、でこのまま種を取るという感じです、まあ、ヘタのところ切っちゃうと種も一緒に切ってしまうので、この取り除くのが少しちょっと面倒になってしまうので、うん、ここで種まで切らないというふうにします。伊藤さん、いつもの自分の切り方と違いました。やっぱり僕はがっつり一刀両断しておりました。下手を落として、はいはい、なのでこれなので無駄がないんですよね、うん、そうですね、はい、はい、下手に向かってぐるっと一周刺して、はい、パカッと開いてと、はい、で取ると、やっぱりお家で種がこう飛び散るのは本当にストレスですので、うん、ここをちょっと軽減。ピーマンの切り方一つとってもいろいろありますね。確かにこう料理した後ピーマンの種を一生懸命床から拾ってます、ね、金曜日の、ね、野菜ソムリエの花井さんとかはもう種食べちゃうって言って食べられますからね。ではこちらを細切りしていきます、はい、
に切っていきます。で他の材料もすべて細切りにしますので、同じ大きさで切ってください。本当に野菜がいっぱい食べられますからね。そうですね。でこんな感じです。あ、でも本当種が中にほとんどないですね。そうですね、綺麗に取れてる、はい、ではこちらを炒めていきます。はい、で大きめのなるべくフライパンで炒めていきます。はい、油を、オリーブオイルを多めに入れて、こちらに野菜を入れて、で野菜はこう鍋肌に当たるように広げてください。でなるべくもうあまり触らない方が、炒めるのにはすごくやりやすいので、あんまりずっと炒めてしまうと結局温度が下がってなかなか炒まらなかったり、あとはこの焦げ目をつけることで、はい、野菜のうまみを引き出していきますので、焦げ目もつけるようなイメージで、炒めていきます。なのでずっと箸を動かし続けるんじゃなくて、はい、しっかりとこう焦げ目をつけて、そうです、ね、焼くような感じですね。焼くような感じです。で時々ひっくり返して、でもこの焦げ目をつけるとか、その煮込むタイプのラタというよりはこの、はい、焼くタイプならではです。そうです ね、なんか、まあ、今ピーマンはあまりこう焦げっていうものにはそんなにあれ効果はちょっとないところはあるんですけど、まあ、他の材料の、パプリカとかナスっていうのは特にしっかり焦げ目をつけることで甘みも引き立ちますし、この焦げがやっぱり何とも言えぬ、美味しさになりますね。本当食べた時に旨味が濃くてね、はい、甘いんですよね。で、でやっぱりその時にこのちょっと油が多めっていうのもこういうふうに野菜がツヤが出て美味しそうに見えますし、やっぱりその焦げ色も上手につきますので、この野菜の多さも大事かなと思います。野菜じゃない、炒めて作ると色味もいいですね。そうですね、本当に発色が綺麗です。で、炒まったらもうちょっとかな、もうちょっと炒めたら、そうですね。で今日はですね、こんな感じで、はい、もう他の材料は炒めてあるんですけど、パプリカは赤キー2種類と、ナスです。ナスは縦に切ってでスライスして細切りにしてます。でこうやってザルにあげることで油が切れますので、はい、そこもちょっとやってみてください。これをだからこうやって綺麗に分かれているということは、それぞれ別に炒めてあってことですね。そうですね、で、ま、これ今日のちょっと楽しいポイントで、作業をしながらその料理ができていく、なんか普通は材料を先に用意して料理に取り掛かるっていうことなんですけど、今日はなんか玉ねぎ炒めてる間にトマトを切って、ソースを作って、で今日もピーマンを炒めてる間に次の野菜を切って、で上がったら次入れ炒めるっていうような流れる作業が楽しいポイント、それが楽しいポイントです、はい、次から次にやることがあるっていうのがそうなんです。なんか、はい、やっぱりなんか最初に材料用意しないといけないと思うとちょっとなんかちょっと面倒くさく感じるじゃないですか。今これお塩ですね。あ、はい、なんかそこがずっと作業あるっていうのも楽しいかなと、間違えたと思います。で野菜が炒まったら塩コショウを少し強めにしてください。今日はここでの塩コショウで終わりで、味付けはそうなんですね、全体に混ぜ合わせた時の味付けというのはしないんですよね、はい、そうですね。なのでそれぞれ野菜を個別に炒めて全部しっかり塩コショウ、はい、しっかり塩コショウしてください、はい、では鍋の方を見ていきます。こういうふうにですね、トマトから水分が出てこのトマトが煮崩れてる状態になってると思います。はい、クタクタになってきましたね、はい、もしここの状態までなってなかったらもう少しここでさ時間を取るようにしてください。でこちらに先ほどの野菜を混ぜていきます。ここで初めて個別に炒めたものが一つに混ざると、はいはい、そうです。綺麗ですね。綺麗ですね、うん、で個別に炒めたことによってそれぞれの旨味が引き立っているわけですね。はい、そうですね。で今日は保存がテーマなんですけど、まあ、すごく大事なポイントとして、はい、ここでしっかり加熱をするということですね、うん、やっぱり他で作業したものを合わせた時に
中途半端な火入れになってしまうと本当にすぐ傷んでしまうので、ここで必ずしっかり火入れをするということが大事です。保存のためにしっかり沸かして素早く冷ます。はい、はいはい、そうですね。でそうすれば保存でどれくらい持つんですか。そうすると、3日から、まあ、長かったら1週間くらい美味しく食べられます。これ一人暮らしの男性には嬉しいですね。そうですよね、この野菜の量で、うん、確かになかなか野菜取れませんし、これだけ彩り豊かっていうところも嬉しいですよね、うん、そうなんです。これが煮込むんじゃなくて炒めて作るならではの、ね、綺麗な彩りですよね、はい。やっぱりこの煮込その火入れも中までしっかりブクブクいってる状態、うん、本当にここがすごく大事だと思いますので、縁がちょっと沸騰してきたっていうだけじゃなくて、はい、鍋全体が真ん中も含めてしっかり沸いてるかどうか、はい、するようにしてください。で、これを他の容器に移して、うん、できれば氷水に当ててすぐに冷ますように、素早く冷まして、うん、はい。で、それがこちらですね、はい、こちらはもう冷まして美味しそうに冷えてますね、はい、で完成です、はいはい、で今日はアレンジの料理をちょっと作ってみたんですけど、はい、春巻きで巻いて、間にチーズも巻いて、うん、揚げました、うん、はい。なんかちょっと水分が多いので、少なめに入れてちょっとしっかり巻くっていうことが、うん、大事ですね。これもとっても美味しかったですね、はい、ラタトゥイユの春巻き初めていらっしゃるけど、こんなに合うんだっていう。もうアレンジは本当に何でもできますんで、うん、豆腐に乗せても美味しいし、そのまま冷ややっこですか。そうです。でオリーブオイルかけたちょっとモッツァレラチーズみたいな感じで、うん、豆腐が食べられます。はい、こんな感じで完成です。いいですね。こちらで炒めて作るラタトゥイユとアレンジ春巻き、20分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。今日は今ではみんなが知っているおなじみのラタトゥイユを作りました。まあ、煮込む作り方が一般的なんですが、マエストの文子流は煮込むよりさっと炒めて作りました。保存の際はしっかり加熱して素早く冷ますのが基本です。アレンジには春巻きだけではありません。パスタやオムレツはもちろん、そのまま豆腐に乗っけるのもおすすめということなんですね。こちらもぜひ試してみてください。さあそれでは伊藤さん、どうぞ召し上がりください。いただきます。いやラタトゥーユちゃんと食べたことないかもしれないです。いただきます。わ、本当に具沢山。まとめていただいてみよう。いただきます。お、うん、これ美味しい。美味しいでしょ。本当に野菜の甘みがすごく引き立っているんですけど、これがごっちゃになってる感じじゃなくて、本当にこう均等のバランスになってますね。個別に炒めたってところなんですよね、うん、はい。あと本当にシャキシャキで美味しいですし、あ、春巻きもいいんですか。今春巻きも到着しました。ありがとうございます。いただきます。美味しそう。これがね、またチーズとの相性もいいですよね、はい、うまい。おー、本当にチーズの相性いいですし、この春巻きの皮のパリパリ感とまた合うんですね。本当今日のこのやり方で作ってみたいなと思いました、うん、はい、うん、これでちょっといろいろとアレンジしてみたくなりますね、はい、皆さんもやってみてくださいね。さあ明日は野球中継のためラクーマクッキングはお休みです。明後日金曜日は野菜ソムリエの花井さんにトマトのマリネとチーズリゾットを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみ。花井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。